植村和弘は北海道滝川市出身の元プロ野球選手。保守としては珍しい瞬速で一時期スイッチヒッターであったが、後に右打ちに専念することとなった。滝川シニアで全国ベスト4。北昇校では2年の時は外野手。3年春の甲子園で首相を務めたが、2回戦で福島商業の左腕、羽賀県投手の高等の前に赤敗した。 夏は決勝で札幌南高校に敗退し、甲子園出場はならなかった。2000年のドラフト3位でオリックスブルーウェーブに入団。2年目の2002年に高卒保守としては早くも1軍出場を果たす。しかし2003年は打撃の不振で一軍出場がなかった。2004年も不振は続き、夏に気分転換に左打ちで打撃練習をしていた際に、 当時2軍打撃コーチだった藤井康夫に左打ちを褒められ、スイッチヒッターに転向する。2004年オフの選手分配ドラフトで、オリックスバファローズに分配されたが、翌2005年1月に、菊池原武とのトレードで山崎康二と共に、広島東洋カープへ移籍。2006年は4年ぶりに昇格し、5試合に出場するも、全打席無安打に終わり、最高格となった。 2007年は1軍出場なしも、2軍では2年ぶりに打率2割を超え、出場試合数も50を超えて2軍の正保守の座に着いた。2008年は2軍で打率、230の不調だったが、選球眼は向上し、死死球が多いため出塁率は、360台と高水準をキープしていた。8月12日に昇格し、2002年8月2日、 以来6年ぶりとなる安打を放った。2009年4月25日の対、阪神タイガース戦でプロ初打点を記録するが、1軍ではその試合のみの出場に終わる。2軍では、相沢翼の対等もあって、保守としての出場機会は減ったが、例年より打撃が好調だったこともあり、2年ぶりに、保守以外のポジションにもついている。2軍での打率は、自己最高の、 271を記録している。2010年は故障で出遅れたこともあって3年ぶりに1軍出場なしのシーズンとなった。2軍では前年を上回る打率、287を記録した。2011年は2軍では97試合に出場するも1軍での出場はなく、2012年も1試合のみの出場に終わる。2014年10月28日に、 球団から戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。2015年1月1日からは、オリックスバファローズ球団の事業委託スタッフとして、球団本部編成部アマチュアスカウトグループ所属のスカウトとなる。右打席で、本塁打を放つ上村首脳陣からスローイングに波があると指摘されているが、三塁から走ってきた、走者を本塁近くで止めるブロックや、 ワンバウンドのセービングは評価されている。強気な性格で2軍では球審の判定に詰め寄る形で意義を唱えることもあった。保守でスイッチヒッターとして注目されていたが瞬速を生かす左打席が力強さに欠けるなど打撃に課題を抱える。2008年のシーズン前に両打ちをやめるように打撃コーチの内田純蔵から助言を受けたが引き続き スイッチヒッターを継続していた。また、2005年と2008年には2軍でリーグ最多支球を記録しているなど、死支球、三振とも多いのが特徴。2008年2月23日のオープン戦で5回表から守備で出場した際、9回表に、代打、長谷川祐也のャ秘を三塁ベンチ方向に追いかけたところ、ネクストバッターサークル付近に置いてあったバットにつまずき、 落球してしまう陳事が起こった。2009年、マズダズーム、ズームスタジアム広島にて練習と紅白戦で、同級場初の本塁打を放った。ありがとうございます。